よろしくお願いします。死にます。暑いですよね。今日の最高気温予想何度でしたっけ？36度か7度。36か7度、もう災害級の猛暑です。去年もやっちゃったんで、まさかまさか今年もと思う。晴れ男ですね。雨の心配はいらないということで。いらないです。みんな引き寄せちゃうの。ピカーですよ今日。今回は2ステージで盛り上がってもらえればいいと思いますね、はい、地元の新聞とかにも載せてもらったので、はい、楽しい感じでみんなでやってもらえればなと思います、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。いらっしゃるということで。あ、すいません、ありがとうございます。わざわざ。いやいや、こちらこそ。あ、ということです。もう有名な、もうこのマーク、ね、自宅街のね、ケースといえば。いや、もう愛用させていただいております。初出しのメタルクーラーとソーブラックっていう品種を交配して、メタルクーラーのリアルを作ってる延長で出たゴジラタイプのリアルの動き。そう、ゴジラ S っていうのはショートってことです。仙台なんですけど、ここからもダルマからずっと撮ったんで、ここからでもダルマはいくらでも、やっぱり今からが一番、やっぱり卵取った時に、はい、あのダルマの排出率がやっぱり気温が高いんで、オークションに出せるレベルのもの。落ちてるんですよ。あー、よかったよかった。はい、はい、はい、あるんですよ。ちょっと待って待って。立ち元なんで。あ、そうなんですね。15分ぐらいなんで。あ、近っ。ヘラクレス出します。ヘラクレス。迫力がこんなにでかい。お久しぶりです。今回多肉と、多肉とリメイクバッグと、あとあのキーケース、鍵、あのキーレス入れて。あ、はい、かわいい。車高って感じ。ギリギリまで車高しないと。すげえ暑いですもんね今日。暑いですね。皆さんありがとうございます。お、涼しい。なんか金色の、あ、これはあの今日品評会やる、はい、メダカス部長がブリードしたのを置いてほしいって言われて、特別価格、特別価格。ヒレバチバチだね。トムワークスさんの代理販売でやらせてもらってて、すごいなんか使いやすそうな。タモとこういう選別容器もすごい金色の、なんかオイランのキッシング化して、オイランのキッシング化。うわーすごい、うわーすごい。痛くないからこの値段。いやー好み。源氏名で月の子っていう方がいた、はい、オイランっていう定義の中のそういう派生っていうことで、オイランとは言えない、キャバ嬢みたいな、キャバ嬢の名前。これはこれはお久しぶりでございます。連続で勝てたら半額ということで。ほら本当だ、めっちゃ安い、めちゃくちゃ安い、ね、スポンジフィルター。中国産？中国です。あ、そうなんですね。ただ負荷がちょっと時間かかりますね。あ、そうなんです。お値段考えたら、まあまあそうなんですよね。全然結構最高ちょっと少なめなんですけど、これいい、はい、自分らで取り寄せして使ってるやつで。あ、おー、かっこいい。あ、そうなんだ。は
おお、こんにちは。オリジナルの、まあ、ダルマケットのメダカを持ってきたのすがダルマケットなんですけど、ヒレナガスワローのリアルロングフィッシュ、黒容器で締めるとリムが上がって、はい、優勝講師の、はい、リムになります。キミコも入っちゃってるんで、はい、アルビノモデル、ヒレはあのキミコから。そうですよね。銀積み2023に、はい、カーデス光体系×五色をぶつけたのが2024。メダカ界のユーチューバー高木さんです。あ、そうなんですか。メダカ会いに来ちゃって、やってくださってます。本当にいろんな方を巻き込んでやらせていただいているということで、あ、本当だ。クルメだったら普通なんですけど、ブドウメなんでまたこれが珍しい。あの青を越したようなイメージにもなってますけど、かっこいいですね。かっこいいですね。はい、あの福島の白川に8月の4日に今度宮城県の角田でやるやつ、各地を飛び回って、はい。けどこんな風に使えたり、あれ、あ、はい、売ってないんで展示だけなの。あ、展示です。すごい、毎年売ってるんですけど、メダ天メダカフェス2024にご来場の皆様、朝から暑い中ご来場誠にありがとうございます。楽しんでいただいていますでしょうか。各ブース越しを行っていきます。ステージ1では妖艶な踊りを見せていただきたいと思います。トップバッターでご登場いただくのはジャミーラの皆さんです。拍手でお迎えください。こんにちは。すみません、なんか恥ずかしい姿を見せてしまって。ご無沙汰しております。暑いな。気温37度って言ってます。じゃあ今日も頑張ります。気をつけて。はい、ありがとうございます。お邪魔しました。南カシオ卵飲んでくれてるので。そうなんだけど、名刺交換したのよね。こう重そうだけど。
すごい。飛び出し戻し？あ、そうです。あ、飛び出ちゃうんで、やってみてどうかなと。おお、面白い。ザクって呼んでるんですけど。ザク。ここのあれが。今これ作って、でミッドナイトエンジェルっていうのを。夢屋さんの銀煙、銀煙の方です。ミッドナイトフリル対外光。銀煙ってことは光も生まれてくる。光も生まれてくるってことですよね。それがこれです。光バサバサな子がこれが。うわすごい。ミッドナイト光のマッチ。今 F3 なんで次ぐらいで売れるようになると思います。あ、今はもう天地だけということで。こうイベントが終わったらこっちに変わるのか。あ、そうなんですか。対面販売始めるので。対面販売。あ、そう。10月ぐらいから。茨城、あ、この住所で。住所で。あ、へえ。ありがとうございます。あっちっちぬるいですか。いいですね、このクリップ。こちらにタモがあって、あ、おい、トイレ入りたいんだけど荷物ちょっと、あ、わかりました。このタイミングなかなか大変だよ。大変だ。これどうするんですか。ベルトも外すんですか。そのままですか。カッカがトイレに
はい、じゃあ流せと言わんばかりよ。ありがとうございます。今日の栃木は暑いんだな。暑いですマスクの中でも華厳の滝がありがとうございます。今明るい色に入れないと金が消えちゃうんですね。これはうわ、かわいい。かわいい。あ、人気すぎても残りわずかです。お買い上げ。こっちも、はい、ありがとうございます。おー、すごい木のプレートがついて、はい、でここにレーザー彫刻とQR コードとかも読み取ってすぐにこうパッパッと、そうですね、ペイペイもできるんで。うわー、すごい。おー、すごい。お店をやっている皆さん、おすすめ。おすすめです。みんなキッド応援して頑張れ。ねえ、大丈夫みなさん。すいません、ありがとうございます。優勝、さらに川戸さんご自身が選んでくださいました川戸賞、この4つの賞を受賞された方を発表いたします。まず第3位は霞メダカさんです。おめでとうございます。続いては第2位です。第2位は倉持秀明さん、おめでとうございます。20のエントリーの中で優勝されたのはメダカ高校生さん。あなたは本クラブ主催の第2回オイランだらけの品評会において最も極上な成績を収められました。よってここにオイランを送り、これを賞します。令和6年7月7日栃木オイラン変態クラブ部長メダカス
おめでとうございます。作出された川戸博孝さんの賞になっています。では川戸賞に選ばれた方は広木めだかさんです。おめでとうございます。見事川戸賞を受賞されたのは広木めだかさんでした。こうやって集まっていいオイランを出していただいて、それが本当に一番嬉しいことだったので、ありがとうございました。ということで、こんなことお好きなのを選んで、ありがとうございます。お好きなのを2つ選んでください。わー、ね、綺麗だね。あー、すいません、ありがとうございます。メダカフェス2024、時刻はちょうど3時になったところです。今日はメダカのブースが106、そしてその他のハンドメイドなどのブースが26、そしてキッチンカーのブース20店舗。主催者のメダテさん、すいません、今日は皆さんありがとうございました。このクソ暑い中ですね、伊賀天メダカフェスにお付き合いいただき本当に本当にありがとうございます。僕のところに、文句も言いながらもこうやってついてきてくれて、こんな大きい、フェスをやらせていただき本当に皆さんありがとうございました。そしてまた来年やるかな、本当にありがとうございます。伊賀天メダカフェス2024、これにて終了とさせていただきます。また次回がありましたら、ぜひまた来年お会いしましょう。今日はありがとうございました。